年12月5日、季節外れの台風一過。カートランド ORC は晴天に恵まれた。集まった観客は1500人。今まさにトップドライバーたちによるカート決戦が行われようとしていた。カートには自動車レースの基本が凝縮されている。それだけにレーシングドライバーにはカート出身者が多い。だからお祭りレースでもマジになる。俺のすごいエンジン遅いんだけど。最後狙い直してた。最後の組になります。1回戦4号車やばいですよ。メインレースオフラクラッチ杯カート大会には各カテゴリーのトップドライバー35名が参加。優勝賞金30万円を目指してヒートアップする。さらに会場ではドライバートークショーなどイベントも盛りだくさん。僕たちすぐ終わっちゃうから。この3人ここも そして未来のミハイル・シューマッハ佐藤拓磨を目指す子どもたちのためにキッズカートも開催。子どもたちは早くも F1 ドライバー気分に浸っていた。手軽にモーターレーシングの真髄が楽しめるレーシングカート。プロドライバーたちもこの日ばかりは大いに盛り上がった。今年もやってまいりましたオグラクラッチ杯カート大会ということで、今年で7回目ですか。そうですね、毎年恒例やってますけれどもね、豪華メンバーですよ。すごいですよ。だって、右も左もトップドライバーだらけという。そうなんですよね。これカートって1年に1回これしか乗んないから。ああ、そうなんですか。うまいのはね、11元山井出、ね、片岡、ここら辺はうまいね。気合が入るチャンピオンたち。みんな結構本気モードですよね。俺はね、2年前勝ったの。で去年俺が来なかったから純ちゃん勝てたのよ去年はね。なるほど。そうそう。で今年もう直接対決で勝っちゃえんか。先こそと俺のところにタイムトライアルで勝負しようよ。あ、本当に。タイムトライアル。俺とはシゲと俺から言って負けちゃった。負けちゃった。はっきり負けちゃった。だから気分いいからみんなでご飯食べに行こうよ今日。俺のおごりで。早いな。そんな牧坂は決勝戦に向けて行われたトーナメント1回戦でいきなりオグラクラッチ杯コースレコードを叩き出してみせた。いや、僕はもうちょっと一歩リードさせていただいたから。あれ、それまあタイムでまず、まずタイムで一歩リードさせて。ハートも兄さんの方が強いから。いやいや、目がないこれ、ワンメイク。2003年、元山はスペインで行われていた F1 の合同テストに参加していたためこの大会を欠場。レースは脇坂兄弟の独壇場となった。しかし今回は元山が復帰。狙うはもちろん優勝。そこで注目となるのは元山聡 VS 脇坂純一 GT 宿命の対決。それがカートで再燃する。そしてカートに燃える2人の激甚メンバー竜田アナと小島アナがフリー走行に向かう。竜田には一応勝ちました。タイム的には何秒ぐらい勝った。これまで激甚で何度かカート体験をしてきた竜田は余裕でシャクシャク。小島はこれが人生2度目のカート体験。プロドライバーに見つめられているためか体は緊張でガッチガチ。あれね、チェックはないね。チビにするときもピット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 。おい、ピットだよ。意味わかんない。何なんだよこれ。何なんだよこれ。メインレースの後に対決を控える2人。余裕の竜田に対し小島はどうにも元気がない。すっかりダメドライバーの烙印を押された小島。しかし名人脇坂の指導で驚くほど成長。その進化のほどが後半明らかとなる。
小倉クラッチ杯カート大会の会場からいつものコーナーサーキットを進めた。その決勝戦にはもちろんこの2人も進出。宿命の対決がカートでも実現したのだ。しかし本山と脇坂はいきなりマシン選びで揉め始めた。日産のエースせこいな。決勝まで勝ち上がってきたのは本山聡、脇坂十一のほか、十一の弟重和、インパルの井出裕二、トムスの土屋武志などそうそうたるドライバー。このメンバーがガチンコ勝負を行う。となれば一筋縄で勝てるはずもない。果たしていかなるレースが展開されるのか。コース外に待機お願いします。決勝レースついにスタート。1コーナーに殺到するマシン、早くも接触事故発生。レースは序盤から荒れ模様だ。トップは脇坂十一、2番手本山、3番手には脇坂重和がつけている。1周675メートルのコースを15ラップして戦われる決勝レース。トップを守る脇坂に本山が迫る。そしてついに本山がトップを奪う。9ラップ目、ペアカートのセーフティーカーが投入された。そして本山、脇坂、井出の順位でレース再開。レースは残り2ラップ。本山対脇坂、宿命のカート対決もいよいよ佳境に入った。しかしここで脇坂は2人の隙を虎視眈々と狙っていた井出にインを突かれ、3番手に転落。本山を逃がしてしまう。そしてレース終了。優勝本山聡、2位井出裕二。日産ドライバーのワンツーに脇坂がっくり。いや、もう基本的に11との、ね、レースは楽しんでたんですけど、まあ、そこに井出が落ちてたんですね。井出さん、お見事。やっぱり後ろから見事なサポートに行きました。いや、もう全て打ち合わせ通りです。打ち合わせ通り、はい、やっぱり日産ニッスモのパワーです。これがパワーですと、兄弟の血よりも日産の絆の方が強かったね。いや、兄弟云々よりもちょっと他のトヨタドライバーいないのかな。サポートはどうしたんですか。サポートがないね。今日前でした。なんか2対1で袋叩きにあってたよね今。ちょっと辛かったね。どっちかというと土屋さんの、ペース感もなけりゃ井出が来ることもなかった。1対1でできたかなっていうのを。小倉クラッチ杯カート大会は大盛況の中その幕を閉じた。さあ、ということでレースが終わりましてですね、はい、今年も激しいレースでした。すごい盛り上がりでしたね、ということで我々のレースをこれからやろうと。やる気満々になっちゃいました。ついに来ました、はい、ということで講師をご紹介いたしましょう、はい、脇坂十一選手と土屋圭一選手です。よろしくお願いします。本日のメインイベント、はい、いやでもね、今年もカートレースはね、脇坂十一の2連勝ということで幕が開いて、終わってないですよ。終わってないんですけど終わってないです。激甚カート対決は先生と生徒がペアになっての対抗戦。脇坂小島組対土屋竜田組で行われることになった。がまずはその前にライン取りやブレーキングポイントなどコース攻略のいろはから学ぶ。ちゃんとクリップついてクリップからアクセルを全開にして出てこれるラインっていうの、ラインスピードが上がっていくとここは走りなさいよっていうラインが分かりやすいんで、ゆっくり走ってしまうともうどこでも走れるんです。ああ、なるほど。そのグリップが余ってるんで、はい、スピードが出てくるとだんだんライン取りっていうのができてくるから、はい、徐々に1コーナーはバーンと全開でいったらバーンと戻してスーッとかけただけであとアクセル踏みながらブーッといっちゃう、はい、ね、はい、では練習とこ行ってまいります。行ってください、はい、いやでも乗り込み方様になってる。本当ですか。
とは4人レースの登竜門。いつも GT をリポートしている2人だが、レーシングドライバーのハートを知るにはまずはカートで限界走行を体験してみるのが一番だ。タスターがいきなりスピン、カートを甘く見ているとしっぺ返しを来る。ブレーキ踏むのがものすごくその普通の車と違ってカートでダイレクトにブレーキパッドが動いてしまって、ダイレクトターンがものすごく怖い。ただきつく踏んでしまったら急にプッとロックしてしまうんで、タイムを稼ぐにはブレーキングも大切。コーナー手前でなるべく短くしっかりとブレーキを踏み、タイヤがロックする前にスッと制動力を抜いてやることが必要。また S 字コーナーのようなところではコーナーの頂点クリッピングポイントを最短距離でつなぎ、リズムよくコーナリングすることが大切なのだ。勢いよく1コーナーへと飛び込んだ竜田、しかしスポンジバリアに激突寸前の大スピン、しばし呆然。どうもブレーキングに失敗したらしい。ブワーンって戻して入ってって、少しアクセル振っていけば回ってくる。ブレーキ強すぎて土屋先生に無線でアドバイスを受けながら竜田再スタート。徐々にコツを掴んでいく。竜田特訓の甲斐あって5ラップ目45秒台を記録。その次の週には45秒265の自己ベストを叩き出す。なんと初走行から7秒も削ってみせたのだ。ハーフ、ハーフ、次はハーフだよ。そうそうそう、最終コーナーブレーキ踏んじゃダメだよ。アクセル戻して入りながらアクセル踏んでく、踏んでく。そう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 。一方の小島アナは左足ブレーキが苦手なのか、ブレーキングに難があり幾度となくスピンを繰り返していた。コーナー手前でのフルブレーキング後、スムーズにブレーキを抜けない小島。たまらず脇坂がアドバイスにやってきた。ブレーキ強く打った時に、はい、ブレーキ強く打った時にリアクッとなるでしょ、はい、その時ブレーキやめんの。あ、その時やめる。なりそうだって思ったらパッとやめる。やめる。これでアクセル、ね、強すぎる。強すぎる。やっぱもうちょっと手前です。です。コーナーのライン取りは合格点だが、ブレーキングとアクセルワークがいま一歩の小島。脇坂の指導を仰いだその成果は。今ね、ビリビリってそこでブレーキロックして、こうやってこうリア流れ始めた時にブレーキやめたでしょ。これ進歩。あれをやめへんかったらそのままスピンしてしまう。やればできんねん。ブレーキングの感覚を覚え、成長著しい小島。会長に周回を重ねていく。そして次、タスターナのタイムを上回る44秒台に突入する。はい、44秒入った。よし。はい。気合いだとかで違う人よ、それ。それ違う人。前回前回。44秒入った。そう。あれ。あれ。実力白昼。2人の練習走行はこれで終了した。なんか一回あそこでスプリンしたからすごいここが怖くなっちゃって。大丈夫だよ、だからブレーキが強すぎる。50万円の速くなっちゃってねえ。なんか44秒出てるじゃないですか。タスターはブレーキが…ありがとうございます。カートって簡単でしょ。いやいや楽しい、ね、でカートってやっぱ左足でブレーキ、うん、その、はい、普通のね生活やったらないことやねんけど、うん、ない。それをこうフィーリングを掴むことによって、はい、あとは全てダイレクトにハンドル切ったら曲がるし、はい、ブレーキ踏んだら止まるしっていうので、うんうん、ものすごくちょっと分かれば、ね、そのダイレクト感さえ分ければものすごく親しみやすい乗り物なんだ。カート体でものすごいいろんなもの感じるんですね。そうそうそう、俺から学べっていう、はい、学びます。学ばせていただきます。素敵。この後いよいよ激甚カートバトル。ところがおい小島、一体何があったのかということでですね、はいはい、いよいよ、まあ、レースということでございますけれども、はい、ちょっと興奮しますね。ちょっと自信ありますよ、うちのチームは。ちょっと今小島アナのね、このどんどんこうレベルアップするあの走りにね、私ベタ惚れしちゃいました。
じゃあバトルは、はい、行きましょうか。お互いじゃあエースエースでいこうか。エースエースで、はいね、はい、じゃあ初心者エースということで、とにかくチンコ対決ですね。わかりました、わかりました。さあ、それじゃあお願いします。お願いします。頑張れ。よっしゃ、行くぞ。スピン試合しなければいい。緊張する。あとブレーキ、ブレーキ、ブレーキを強すぎないブレーキ、強すぎないブレーキで、あそこで細かいことを教えてるけども、はい、僕はもう何も言わない。好きにやってくればいい。わかりました、うん、そして激甚カートバトル、ついにスタート。カートさん、こうやってこんなにしてるよ、こんなこんなあれさっき覚えてんね、多分俺がやってるやつ。カツタ、脇坂の走りを見ていたのか、カートをこぐこぐ。一方、必死に立つ田を追走する小島だが、早くもスピン。おい小島、スピン乗った。小島、なんと本番でやってしまった。最初のスティントをこなしていく。そして対決は脇坂と土屋に。立田と小島の差はその戦いにどう影響するのだろうか。立田対小島の2ラップ目、小島は徐々に立田との差を詰めていく。しかしコーナーの立ち上がりで大きくアクセルを踏み込んだ小島、またしてもスピン。しかもコースサイドにスタック。その間に立田は土屋にドライバーチェンジだが、お尻がシートから抜けないのか、ここでちょっとタイムロス。それでも小島はまだ来ない。おい小島ら、どこ行った。脇坂小島チーム、ようやくドライバーチェンジ。カート名人脇坂純一、2ラップで巻き返せるのか。土屋との差は半周。早くもウィニングランカー、余裕の走行。逃げる土屋との差を詰めていく脇坂だが、半周もの差はつらい。やったー。激甚カートバトル、今回は土屋立田チームが勝利した。やった、いや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 、小島らどこ行った。それでここにいます。いや、何回も隠れちゃいました。ハード対決、はい、チームドリドリの勝利です。あ、残念。いや、でもね、いいよ。だってね、そのカート乗って負けたにもかかわらず、小島らのこの笑顔、これはもうカートの楽しさなの。そう、それをこうね、分かってくれたから、多分ね、10万人ぐらいにカートで楽しいよって言ってくれると思うから、はっきり言って最高です。以上、ゲストヒッチカート対決でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レーシングカート、それはモータースポーツの入門用として最適なばかりでなく、レース